はい、こんにちは。ロスジェネシリーズでございます。なんかね、ツイッターをね、毎日3000件ぐらい見てるんですけども、3000記事ぐらい。まあ短い投稿なんで3000記事とか見れるんですけどもね、今日はね、その3000の中でも拾うものっていうのは1個か2個ぐらいしかなくて、そのうちの1個です。こういうやつがあるんですよ。社長の息子とかいう肩書きだけで、性格を否定され、言動を否定され、能力を否定され、存在を否定されるというポジション。ね。365日働き続けても、社長の息子なんだから当たり前。給料が一番低いのも社長の息子なんだから当たり前。会社のために借金するのも社長の息子なんだから当たり前。ね、中小企業って割とこれだっていう風にね、ツイート書いてあるんですよ。世相の鬱憤晴らしっていうね、YouTuber をされてる方でもあるんですけども、まあなかなか響くところがあるなっていうところでね。結局人って他者に当たり前を求めるんですよね。それとか、今置かれてる現状は全部当たり前。もたらされた当たり前を全然ね、こう気づいてないというかね。電気が通じてるのは誰のおかげなんですかとかね。ガスが来てますよとかね。水道ひねったら出ますよ。なんでなんでしょうかって。ね。明日、明後日、しあさってと食べること、ね、全然心配してない方。その当たり前は自分で作った当たり前なのか、それとも誰かがもたらしてくれたのか。インターネットをね、すぐ繋げるけども、どうしてそれができるのかなって考えたときに、それは自分で作った当たり前なのか、他者からもたらされた暮らしに繋がる当たり前なのかね。やっぱりこう、暮らしていくっていうか生きていくって、誰かが養ってくれるか、自分で自分を養っているか、当たり前がどっからもたらされてるかってね、この社長じゃなくても気づかないと、なかなか危ないことになるんじゃないかなと思うわけなんですよね。さあ、それでね、今日の当たり前なんですけども、これがね、ロスジェネ世代のテーマということなんで、その、当たり前にできることとか当たり前にそうなってしまったこと。まあ、つまり、ロスジェネ世代の当たり前っていうのは誰がもたらしたんだってことなんですよ。これは国のせいなんですかね。時代のせいなのか、制度のせいなのか。これね、全部の世代を見渡してみると、多分ね、ロスジェネ世代だからって特別に辛いと思うなとかね。俺たちは俺たちできついんだよ、みたいなことを全世代から聞かされるような気がするんですよ。それは昨日もお話したんですけども、まあなんか当事者として言えばね、ちょっとこう、被害妄想が過ぎるのかなと思うんですよ。いや、ロスジェネ世代が本当にきついのはわかりますけども、じゃあね、じゃあですよ、昭和10年代に生まれた人ってどう思います？ 10 歳ぐらいに戦争が起きて、日本敗戦。ね、食べ物ない、就職先ない、物が足りない、インフレは凄まじい。預金課税 90%。これどうですかね？こんな当たり前の時代っていうのが、今より良かったって言えるのかなってことですよね。で、その時代に生まれた人は、高度経済成長をその苦しい中で成し遂げて、バブルの時代まで作り上げたわけですよ。ね。だから、別に、糸の切れた鎖のように暮らしていて、豊かさを作ったわけじゃないと思うんですよね。で、私たちは、そのロスジェネ世代っていうのに生まれましたけども、別に戦争があったわけじゃないし、急激なインフレがあったわけじゃないし、食糧難に見舞われたこともないと。なんでしょうねってことですよね。この、与えられた当たり前で、なんかこう、落ちぶれちゃったことが当たり前とかね。国が助けてくれるのが当たり前とか。国は助けてもらえたのかな？昭和10年代、20年代に生きた人は。って考えると、もうちょっとね、自分でできる、自分で作れる当たり前ってのが、ロスジェネ世代というのもあったんではないかなと思うのが、今日のメッセージですね。まあ、お前が言うなよって言われそうですけども、いや、俺が言うよって感じですよね。言わせてください。言わせてくださいね。じゃあ、失礼します。